おはようございます。今日はなんと高知県にやってまいりました。大西洋平の目指せ沢頭。今回はですね、かなり強敵の方たちと同じ船に乗るということなんですけど、まあ、高知県といえばシーフロアコントロールの膝元なので、絶対負けるわけにはいかんちや。おかしないですか。いかんちゃとか言わないですよ。いかんちやじゃないですか。いかんちや、いかんきね。そうそうそう、そっちの方がいいですね。ちやになってもうた。いかんきねよね。そうやね。はい、もうこれでいきましょうか。いきましょう、はい、負けませんよ、はい、はい、もう高知県なんで、はい、今回はもう何があっても竿頭を取らないとね。高知で負けると後がないですからね。高知で負けると後がないですからね。頑張りたいと思います。こじゃんと太い顔を取っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。辻井さん、はい、よろしくお願いします。やってよ。やりますよ。今日はちょっと強豪メンバーと伺ってるんですけど、あの高知でちょっと活躍しているフィッシングプールのメンバーです。なかなか手強いですよ。本当ですか、はい、いやー竿頭をでも取りに来たんでね、今日はもうボコボコにやってやろうかなと。辻さん、今日何狙いでいきますか。今日はアラ、イシナギ、まあ、はい、底物全般で、はい、まあ、あのアラがおるところに来てますんで。なるほど。なんとか釣ってみて。大きいやつを、はい、はい、とりあえずポイントね、ついたんで、タックルが今日がジャムの4フォース、はい、で、ジグがアッシュの400ですね。アラのヒット率がいいってことなんで。はい、どうぞ。船長が下から5メーターって言ってたんで、5メーターをキビキビしゃくってホールですね。結構潮動いてるのと、めちゃめちゃ二枚潮なんで、一回しゃくって次の着底までにかなり上潮に PE が持っていかれるんで、めっちゃ釣りにくいですね。600入れたら600。みんな強人やね。600、普通に100ってましたよ。600、600入れろ。まさかっすね。金目以来やな。ちょっと荒釣り舐めてましたね。500までしかジグがないんですけど。はい。アローの500。はい。重労働やな、これ思っとったより。えぐ、500っすよね。Sレジェンドでそれはやばいな。結構潮もずっとこんな感じなんですかね。
そうなんでしょうね。これが1日、これ1日だったらしんどいですよ、マジで。今500つけてますけど、500でこれギリギリですもんね。まだ重くてもいいぐらい。早い早っ。来るとこ間違えない、間違えてます。完全にアウェーに来てしまいました。 600g の回収の速さじゃない。ベイトがね、ちょっと層が高くなって、さっきの反応はもう底べたにギューってなってたんですけどね、ちょっと 10m、15m ぐらいまで浮いたベイトが映ってましたね。 240m ラインです。ちょっと素直っぽいですね、塩。そうですね、さっきより全然、ね、全然素直っぽいですよね。落ちていくラインがまっすぐ、まっすぐです。だいぶまっすぐです。上げる感じも、あ、全然違う。全然ジグやっと動かしてるって感じする。結構ね、ベイト浮いてたんで、ちょっとね、さっきよりかは上目にポール少し目のちょっと上げの釣りで、火星のね、いいやついないかなと思って。どれぐらい上げてるんですか？今もう15ぐらいまでは上げてますね。さっきのポイントはもう下から5メーターぐらいしかベイトがね、反応なかったんで、そこの方ばっかりやってましたけど。釣れたからね、当たるかなと思ったんですけど、全然後が続きませんね。ほんまに何にも当たらん。お、やった、着丼。お、アラっぽい、アラや、アラや、えらいこと、えらいことになると。2本目です。おめでとうございます。ありがとうございます。サオガスだ。ちょっと次はサイズがそうになる。頑張ります。やればできる。これがいいや。いいじゃん。お、ナイス。ナイス。おお。からです。俺もこの水深で600とか使うのは初めてです。200m。200m で600g ってないし。次ホールの釣りなんで、ホールをもう 4、5 回かますと結果糸が出て、多分ジグは動かなくなってる。それをね、ラインを塩で切ってくるようにやっぱ重たいを入れたら、やっぱ当たりがあるというか動きるんですよね、ジグは。メサイヤセミロング500。あえてめっちゃ重たいのにしなかった。700とか700は勘弁してください。最後まで振り切れるんでしょうね。また来ましたよ。コテンパンにやられてますね。おお。おい、おいで来たやん。
やばい。だ、あーでかい。いや、生命感が全くないです。やばい。いや、これは僕は釣ったうちに入らんレベルですよ、多分これ。何も引かんし、重たくもないし。なんか魚はおるね。何これ、アラですか。一回も引いてないですよ、これ。アラや。おこんなことあります。やりました。やっと1匹目。ちょっと当たりも何もわからなかったんですけどね、一回も引かんまま上がってきてしまったんですけど、まあ、とりあえずちっちゃいですけどね、本命のアラ。ちょっとサイズアップ目指して竿頭を狙いましょう。はい、ちょっとこれでやる気出てきた。はい、今日は桂浜にやってきました。さあ、ちょっと今から桂浜を散策していきたいと思います。それでは行ってきます。おじさん、すいません。はい、三脚持ってます。はい、いや、もう何でもしますよAD 目指してますんで。いや、なんかめっちゃ綺麗くなってますね。昔来た時はこんなんじゃなかったんですけど、龍馬夢広場って書いてますよ。ここお土産屋さんですかね。せっかくなんでここ中入ってみます。ああ、ね、なんか一回、ね、お土産いっぱいあるし、撮影ですよね。あ、聞いてきてもらえません。アポ取りも僕が行きます。アポ取りももちろん。はい、すいません。あ、ですね、今日ちょっと YouTube の撮影で、あの事務局さんの方に今許可いただいてるんですけど、店内に入るときに一度声かけてくださいって言われてまして、ちょっとなんか軽く撮らせていただいてもよろしいですか。ん、いけました。行きましょう。はい、はい、塩餅いっときますか。これいっときます。大西洋平といえばご当地 T シャツ、ね、ご当地 T シャツキャラで行こうかなと思ってるんで、これまた春田さんもお揃いですよ。マジで。いいあれですね、ちょっとおしゃれですね。はい、ね、覆ってもらわなあかんですけど、いいですか。すごいですね、カツオのたたきのお土産が、すごい。これめっちゃ美味しいですよ、土佐丸。土佐の塩丸か。このお塩、僕いつも取り寄せしてます。ご飯行きましょう。ご飯行きましょう。お腹減った。ラーメン食べてみます。すいません。あの事務局さんの方には許可いただいてるんですけど。YouTuber、はい、さん。YouTuber ではないんですけど、すいません。はい。食べました。あ、なんか全然いいんですけど、あのオーナーさんが不在らしくてこんなパターンあるんですか。そうですよ、ぜひっていう感じだったんですけど、あ、なんかナンパして振られた気分あ、ここも美味しそう、ね、美味しそうですね。ちょっと頑張ってきますね。はい、ちょっとじゃあ撮影、はい、はい、結果取りお願いします。ちょっとシフロワーコントロールなんですけど、はい、事務局さんの方には許可いただいてるんですけど、ちょっとご飯食べてるところを撮影させていただいてもよろしいですか。あ緊張した。ハンバーガーはどれが人気ですか。あ、桂浜バーガーが一番。あ、桂浜バーガー、はい、
したら僕桂浜バーガーで。桂浜バーガー、はい。うん、あ、おいしい。ハンバーグの部分がすごい肉肉しい。赤牛って書いてましたね。これなんか芋天って書いてました。なんか芋の天ぷらって、なんか芋天って有名ですよね。あ、おいしい。なんかお芋を何でしたっけ、あのアメリカンドッグの衣につけてあげたんです。お疲れ様でした。美味しかった。この映画めっちゃシュールやな。お、アイスクリーンこじゃんとうまいって書いてますよ。高知ですね。アイスクリーンってめっちゃ久しぶりに食べるかもしれないです。ちっちゃい頃になんか食べた気がする。いただきます。うん、あ、懐かしい。なんかこのなんかシャーベットというかアイスというか、あ、うま、めっちゃ久しぶりに食べた。いいですね、桂浜でアイスクリーン、ね、観光してますね。こんなとこに水族館ありますよ。桂浜水族館。なんか明日釣るような魚が見えたらいいですね。ね、これやね。あ、亀やね。すごっ、こんなにいっぱいいるんや。あ、そうなんですか。結構もう裏ドアにはアカメいるんですか。ここは聞いてません。あ、そうなんですか、はい。いや、失礼ですけど釣ってみたいな。あ、このアカメたちちょっとした芸を持っておりまして、今からこちらのスタッフがあのその芸をちょっとアイディアやってみたいと思います。ご飯とかですか。はい、そうです。へえ。こうやってまあこれをアイスみたいな方を見てくれるから、京都はならではっていう中で多分うちだけですかね。わあ、すごい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 。またこの時にあのパッと模様が出るのがすごいかっこいいですね。あ、なるほど。興奮して模様が出てる。ああ、なるほど。すげえ、いっぱい来た。クエいますよ。クエとヤイトハタと茶色丸ハタ。いや、これこの頃はクエでしょ。そうですね、クエですね。え、このヤイトハタもいるんですか。ヤイトハタとあと2種類。一緒や、一緒じゃないですか。わかりにくいですよ。すごいわかりにくいと思います。名前の由来ですかね。茶色丸ハタ、茶色丸ハタ、茶色い丸のハタ。え、マジでわからんです。教えてください。こちらの子が茶色丸ハタ、はい、これこの子が、はい、この子が茶色丸ハタで、はい、この2匹がヤイトハタなんです。よく見ていただくとこのヤイトハタはこの黒い斑点なんです。なるほど、あ、本当や。ちょっとよく見るとこう茶色っぽい。本当や。すごいわ。今日はもう新発見ばっかりやもう。変えたのは何か理由が、潮がだいぶね落ち着いてきたんで、ちょっとウエイト落としてちょっと抜けよく、まあ、ホールで食ってるんであれですけどね、なんか揚げで大きいの狙いたいなと思って。どう思うな分、僕のイメージではでかいんがこう追いかけてきて、
硬いのは揚げで食うイメージですけどね。もうこうなったらサイズ狙いしかないんで。来たよ、ボコボコにされてますわ。すごいね。600g と硬い竿が肝らしい。当たってる人が全部それみたいですね。両方6番やろ。あ、来たろ。ちっちゃいけど来ましたよ。さすがっす。全然曲がってないから。いや、めっちゃちっちゃいですよ。またこれ魚なのかっていうぐらい生命感ないですね。あかんねー、これではドラグが出るようなんかけたいな。あ、すんません。あ、いっぱい釣れてきた。ちっちゃい、ちっちゃい。一応、あら、2匹目サイズダウンしました。アローの400でも揚げで食ってきましたね。食ってきたのかアタックしてきたのかですけど、しゃくってる時にちょっと当たり出てね、また全然引かなかったですけど、アラです。2匹目サイズアップしましょう。サイズアップ。これではいかん、まだリベンジに来ないけん。毎週開けとってくださいね、予定。毎週21日両 A 丸取ってくる。はい、もう毎週来ますんで。足釣りみたいな見えてますよ。ですよね、足釣りですよね。あれ、えらいとこまで来ましたね。竿頭や。これ本命ですよね。大本命ですね。しゃあ、はるちゃん帰れるで。いや、知りません。何これ。何これ何これ何これ。ねえ、上に疲れよ。お、なんかおる。もうしょうもないもん釣ってもうた。あ、書いてるんか。ゴリラ釣りましたね。騒がしらや、騒がしらや。いや、俺もエソかなと思って。いやね、謝ったと思って負けたら急にパッて軽くなって見ようと思ったら。ゴリラ釣れたってやばいっす。ひどいな。食費かかりますけど持って帰ります。切り身でいいです。そこものがいかんねえ。何にも当たらないですね。そうそう、頭も当たらないですもんね。こんまい、こんなん当たるやん。ねえ、普通はね。あればいいわ、叩き。ねえ、これな、あれ雨ですか。雨というか、あの夏塩みたいな感じでしょうね。上だけ滑って下動いてないずつ。 あかんねえ、あかん日は何やってもダメですわ。終わりましたね。終わり。終わり。はい、急に終了になりました。最後のポイント見に来たんですけどね、全然反応がないみたいで、もう時間ギリギリみたいなんでね、終わりました。ありがとうございました。追いつきました。腕がパンパンでございます。ありがとうございました。鈴木さん、はい、誰が竿頭ですか。竿頭、竿頭は今あそこにおる。潤太くんが、まあ、一応引き数で言うたらぶっちぎりと抜けてますけど、大きさで言うたら今のは後ろにおる和田くん。まあけど数で釣り方が分かって釣って6つ、潤太が6つ釣ってるんで、まあ潤太がトップかな、竿頭かな。いやー、疲れましたね。ちょっと広田さんが待ってるんで、今日の報告を
しに行きたいと思います。お疲れ様です。疲れ様です。疲れました。いや厳しかったですね。塩がもう2枚塩3枚塩が飛んで、はい、お疲れ様、まあ、今日はもう疲れたことやるし、はい、高知で美味しい、はい、ご飯を僕がごちそうさせありがとうございます。海底制圧消臭でもらえる。おーかっこいい。ちょっと出るようになって、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。たまらん。カツオのたたき、いただきます。塩たたき、うわー、はい、うわー、いただきます。うん、うまっ。めちゃめちゃうまい。はい、これは酒が進みます今日は。うまい。ちょっと筋トレして、ちょっとフールをね倒しに行かないと。ボコボコにされましたからね。いや元気でしたね。でもうん、 600g をあのスピードで回収してましたからね。あれぐらいやっぱりねしないと勝てないかなと思います。体力つけてリベンジに行きたいと思います。はい。